高等子卵はアジアの熱帯地域に広く分布する常緑性の卵。ハワイなど各地で栽培品が野生化したものが見られ、本来の分布域は分かりにくくなっている。日本国内では八重山諸島に自生。沖縄本島でも見つかっているが、栽培一出の可能性が高いと言われている。和名の高等子卵は高等諸所あるいは卵友島に賛し、 シランに似ていることから、明るい草地に生え、道路沿いののり面など人工的な環境にも種子が飛び込んで生育している場合がある。八重山では道端などにも見かけることがある。創子はシランとよく似ているが、別属で交配はできないようである。葉は4枚前後で縦ひだが目立ち、シランより細長い。シランの偽休憩は地下にあるが、本種では地上に偽休憩がある。 家系は上に伸び上がり、先端に花が比較的まとまって咲く。草丈は50センチメートル前後、熱帯域では1メートル近くに達することもある。家系は3センチメートル前後。花色は通常は淡紅色、花色もシランによく似ている。しかし、属が違い、花の形は大きく異なる。細長い花びらが比較的揃っているシランに比べ、高等シランの花びらは幅広く。 花形も大きく開く。また、新弁も短く、その基部に一体の黄色い突起がある。園芸選別個体では、白色花や濃色花もある。熱帯域では一年を通じて咲く。一つの花は1日から数日以内でしぼむが、次々と長期にわたって開花する。開花後に、自然結実が見られ、咲いている花形の下の方で、果実が鈴なりになっていることも、 珍しくない。熱帯域ではしばしば庭園に植栽される。高温下では極めて丈夫な植物で日本本土におけるシランと同様、庭植えの素方栽培に耐える。種子もシランと同様に発芽しやすく、前述のように風で散布された種子から市街地近郊で野生化するほどである。ただし低温には極端に弱い。本来、 一年を通じて成長し続ける植物で低温により長期にわたって生育が止まると後日に気温が高くなっても成長を再開せず衰弱死することがある安定した生育を望むなら陶器にも十分な香料を維持し摂氏20から25度以上に保つことが望ましい一般論としては温帯域北の一般家庭での栽培には不向きな植物と言える 同族の乱は40種前後。日本以外では、それらと本種の交配により、オレンジ、ピンク、福色花など多彩な園芸種が作出されている。そのような園芸種は、沖縄県などでは稀に販売されることがあるが、高音性であるため、日本本土ではほとんど普及していない。中国産の宝実欄スパサグラティスプベソンズなど、数種は、冬季に落葉休眠し、日本本土でも室内、 あるいは一般的な温室内保護で越冬できる。しかし家計が長く伸び上がり創始がまとまりに欠けること、ランに似ていて、珍奇さが感じられないこともあってか、ンの愛好家にはあまり人気がない。そのため、高温声主と交配して、体幹演芸軍を育成するといった試みも、ほとんどされていないようである。ありがとうございます。